はいどうも、お料理のお兄さん、リュウジです。はい、ということで、ね、今回はですね、もうね、食材紹介からいっちゃいます。これです、マロニーちゃん。多分使ったことない人かなり多いかなと思います。使ったとしてもお鍋とかほとんどかなっていうふうに思いますけども、いやね、そんなことないんですよ。これね、いろんなものに使いますから。はい、今回はですね、このね、マロニーを使って2レシピ紹介させていただきます。はい、なので1レシピ終わって、ああ終わったなっていう感じで、どっか行かないでくださいね。ということで、早速調理を開始していきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、材料はね、こちら、マロニーちゃんですね。はい、20g ぐらい使いますね。しめじと、ネギ、まあ大体これぐらいの分量ですね。はい、で卵が1つ、あとはもう調味料で、パパッとやっていきます。はい、それではですね、早速やっていきたいと思います。そうこれね、鍋、温めていただいて、これはね、材料はね、もう全部入れちゃっていいです。まずお水ですね。はい、お水入れます。で、しめじですね。まあ大体ね、50g ぐらい長ネギ、まあ、これが3分の1本ぐらいですかね。はい、中華スープの、素です。ペースト状のものですね。小さじ1半ぐらいですね。お醤油小さじ1、あとね、香り付けにお酒を少し入れていきます。今回は中華スープそのまま作るんですけども、ご家庭で余った中華スープとか、ご自身で作った中華スープを使っていただいても大丈夫です。でね、しめじとね、長ネギっていうのは結構ね、火が通りやすいので、もうね、沸騰して少し沸かしたら、もうね、食べれるようになってますんで。お酒飲まないでやってるとね、普通の料理番組みたいね、これね。はい、じゃあ沸いてきましたね。沸いたらですね、卵ね、これね、こっちに入れちゃう、僕の場合ね。ほい、で、火はね、弱めていただいて、ここでですね、こんな感じで、ビーカーの口の方からですね、ツーッと入れていきます。こうするとね、ふわふわの、卵ができるんですね。軽く、かき混ぜて、もうふわっとね、溶きほぐしてあげると、こんな感じでふわふわの卵スープになります。はい、で、仕上げにごま油、小さじ1入れてあげると中華っぽい、香りがしますので、これで卵の中華スープは完成するんですけども、ここで大事な大事なマロニーチャンスですね。味を吸ってね、すごくね、美味しくなるんですよ。余り物にマロニーちゃんを入れて、マロニー入りの、春雨スープみたいにしちゃうっていうことをですね、マロニーチャンスって言うらしいんですよ。はい、ということでやってきました。リュウジチャンスがやってきました。はい、マロニーにチャンスがあるんだったら、僕にもチャンスがあってもいいはずなので、いただきます。あー、染み込む。じゃあね、マロニーちゃんもこのスープに染み込ませていきたいと思います。出来上がったスープに、こちらをね、入れていきます。弱火で、まあ、4、5分ぐらいですかね。ここでマロニーがめちゃめちゃ美味しくなる、魔法を、唱えていきたいと思います。いいですか、いきますよ。染み込めスープマロニーチャンス。はい、あ、別に酔ってないですよすぐね、マロニーちゃん柔らかくなっちゃうんですよ、これ、この感じ。それじゃあですね、盛り付け、いきたいと思います。中華スープに、お酢を加えていくことによってですね、サンラータン的な味になっていくので、これはね、丼の方に入れてください。お酢小さじ2ですね。で、さっき仕上がったこのスープを、入れていきます。お酢ってね、熱を加えちゃうと酸味が飛んでしまうのでね。はい、なのでこんな感じでラー油を垂らします。ちょっとね、青み真ん中に欲しかったんで、少し小ネギを散らします。はい、はい、こちらでマロニーサンラータンの完成でございます。はい、それではね、2品目を作っていきます。さっきね、スープ作ったので、今回はね、主菜になるような、ものを作っていきたいと思います。料理名がですね、マロニー、チャプチェです。はい、火を使わない電子レンジで簡単にできるチャプチェ、これね、マジうまいっす。はい、はい、じゃあ材料説明いきたいと思います。豚肉、今回ね、こま肉使います。はい、まあ、バラとかロースとかでも大丈夫です。ニラが半束 50g、 人参が3分の1ぐらいかな、60g で、ニンニクは1かけ、ごま油、醤油、お酒、味噌、砂糖、中華ペースト、大事な大事なマロニーチャンス。はい、それでは作っていきたいと思います。その前にリュウジチャンス。あー、いやいやいや、人参を、じゃあちょっと切っていきます。まあ、人参はね、こんな感じで、半分に切って薄切りにしていただいて、で、これね、ちょっと形整えてもらって、
とね、平べったくするんですね。で、こっから千切りにしていきます。ね、やっぱりチャプチェだからね、このね、麺の長さにね、野菜をね、合わせた方がね、美味しいんです、絡まって。で、もしこれが面倒だなっていう方は、なんか市販のね、千切りスライサーとか使っていただいても大丈夫です。僕はね、手切りしちゃいましたけども。で、こいつを、この耐熱容器ね、いつも使ってるやつですね。はい、この耐熱容器で、こいつに入れていきます。はい、で、次ニラ、まあ、大体この3、4センチぐらいに。はい、で、ニラはですね、最初に容器には入れないです。はい、で、次豚こまです。豚こまはね、こうなんだ、ちょっと食べやすい大きさに、ちょっとね、細切りぐらいにしておきます。この後は耐熱容器だけでこれ完成しちゃいますんでね。お肉ね、ちょっとねほぐしながら入れてくださいね。あ、そうするとね、熱の通りが良くなりますんでね。はい、調味料、は全部ね入れちゃいます。中華スープの素ですね。お醤油、ごま油、味噌、砂糖、お酒ですね。はい、おろしにんにくですね。で、こいつも入れていきます。そして水 170cc で、ここでマロニーちゃんですね。はい、水道水に、濡らしたマロニーちゃんですね。はい、これ濡らすとね、そこから水分が、伝わって、柔らかくなりやすくなりますので、なので、一度水で濡らしてください。で、これをこうブスッと刺します。はい、でですね、こいつをですねラップして600ワット5分。まあ、こんなんでちゃんとできんのかってもうみんな思ってると思いますけど、ちゃんとできますからね、これね。はい、で、こんな感じになりました。で、これね、まだね、固まってるんですよ、これ。これね、一回混ぜてください。こんな感じでね、全体を混ぜてください。でね、一緒にね、このね、お肉とかもちょっと固まってるところはほぐしちゃう。まだね、水分ね、ダクダクなんですね。これが3分経つともう大変身しますので、皆さん。で、またラップをつけて、はい。で、これで3分。じゃあね、3分経ったのがこちら。はい、どうなってますかね。あ、どうですか。マロニーがね、もうスープをね、全部吸ってくれるんですよね。すごく味がこう吸い込んでね、この一本一本がめちゃめちゃうまいっていう風になるんですね。で、ここにですね、ここにニラ。はい、これ最後にニラなんですね。これね、大丈夫です。熱でね、すぐ柔らかくなるんで。最後に混ぜ込んで、食感を残しておくのがポイントです。これがね、うまいんですわ、また。で、チャプチェってやっぱり少し太めのものを使ってるんですよね。春雨をね。なので普通の細い春雨じゃなくて、これマロニーが一番合うんですよ。そうそうそう、こんな感じ。あ、そう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 、こんな感じでね、よくね混ぜ合わせてください。で、ニラがちょっとしんなりしてきたなと思ったらもう完成。じゃあね、盛り付けていきます。今日はね、ちょっとね、長っぽそい翡翠の皿があったので、こちらに盛り付けます。はい、こんな感じ。あ、いいですね。完全にチャプチェでしょ、これ。いつも鍋物に入ってるマロニーちゃんではないんですね。もうね、主役。マロニーちゃんがね、主役に躍り出ました。これだけでね、がっつりおかずになりますよ、皆さん。糸唐辛子ですね。はい。はい、レンジで作るマロニーチャプチェの完成でございます。はい、それでは2品が完成しましたので、今日はね、合成ですね。じゃあ、いただきたいと思います。いただきます。ちょっとおかわり持ってきます。いただきます。じゃあ、まずはサナダの方からいただきましょう。これね、マロニーちゃんがすっごい塩吸ってますよ、これね。じゃあ、いただきます。うん、うまいな。マロニーちゃんね、味がかなり染み込んでますね。
うまいわこれ。やっぱりね、あの中華麺とかとは違って重くないですね。うん、すごくね、そしてスープを吸い込んでて、あの麺だけスルスル食べててもすっごくね味が染みてて美味しいです。鍋物に使われるだけありますね。で結構ね、味付けしっかりめにしたスープになるので、これ一品ですごく満足できるような、感じになってます。マロニーちゃんはね 20g、しか使ってないので、スープと一緒に食べるんだったらね、あの結構ねヘルシーですこれね。うん、これね非常にいいと思います。これだけで、ね、腹持ちもすごくいいですしね。うん、マロニーチャプチャー、こちらをいただきたいと思います。いただきます。うまそうそれね。これはねマジでうまいですね。結構ね濃いめの、 あの味噌を入れたりとかお醤油入れたりとかっていう風に、あの中華スープも入れたりっていう風にしてるんですけども、お水もね結構入れてるんですけど、全部ねこのマロニーが吸い上げてくれてるんですね。なのでですね、あの味がものすごいマロニーに染みてるんですね。これがうまいですね。味付けが完璧ですねこれね。本当うまいです。うん。ハイボールにも合うなこれは。いやいやいや、あの実はですね、これやる前まであんまりねマロニー使ったことなかったんですけども、有用な食材だったっていうこと、またね僕のねこの知的好奇心がねかなりね刺激されるんですよね。で今回はね、あのすごくいい食材に巡り合いだなと思って、あんまりねやってなかったで春雨とか使ってたんですけども、であのやっぱりねこの太めのマロニーちゃんだからこその味に染み込むっていうところがあったっていうのが非常にね、あの今回あのちょっとね真面目になっちゃいましたけども、勉強になってよかったかなっていうふうに思います。まあそれはあのさておきなんですけど、マジでうまいですこれ。本当にうまい。うん、これはね店で出せます。めっちゃうまいです。うん、マロニーチャプチェの方はもう少しね、おつまみ寄りにしたいんであれば、一味唐辛子とか、少し加えていただいても、すごい美味しくいただけると思う。あのラー油とかね、あとねこのレシピ本当に美味しいので、ぜひ皆さんやってみてください。皆さんも染み込めスープマロニーチャンス、スープに、マロニーを入れて、煮込みをすぐできるっていうようなですね、取り組みですので、皆さんぜひやってみてください。